海駅前の平和通り商店街にやってきました。いろんなお店があって楽しい場所ですよね。この辺りに熱海名産の大鯛を使ったメニューがあるお店があるということなんですが、多分ここだと思うんですけど、お魚屋さんですよね。でもどれも美味しそう。行ってみましょう。こちらに熱海名産の鯛を使ったメニューがあると聞いて伺ったんですけど、はい、ありますか？はい、ご用意しています。鯛の果実そのまま使った熱海鯛サワーというドリンクと、あとは熱海の、時期によっては添え物にしたりとかもしますし、あとは少し変わり種で熱海の鯛を餌に使った熱海鯛サクラマスっていうサーモンがあるんですけども、それを使ったお魚食の五色丼っていう丼もあったりします。その熱海鯛サクラマスって私初めて聞いたんですけど、どういうものなんですか？そうですね、もともと熱海でその熱海サクラマスって養殖やってたんですけども、やっぱりより地元のものをっていうところの中で餌に代々の果汁を混ぜて、それで育てているので、サクラマス独特の少しに匂い臭みというかっていうのも軽減されて、美味しく召し上がり食べていただけるサモンです。すごい贅沢な餌なんですね。そうですね、いいもの食べてます。そういうことですね、はい、だからそれはご当地グルメって言ってもいいんですかね。そうですね、熱海ならではだと思います。まだまだ熱海の外にあんま出てないものなんですね。そうなんですか、熱海鯛サワーとお魚食堂五色丼をご用意いただきました。まずは喉を潤していきたいと思いますが、見てください、鯛がこんなにたくさん入ってる、びっくりです。いただきます。うわー、爽やか。お酒なんですけど鯛の味をダイレクトに味わえますね。さあ続いてお丼いただきます。いただきます。普通のサクラマスも好きなんですけど違います。油があってジューシーで濃厚で甘みもぎゅーっと感じますね。あー、美味しい。丼ぶりを楽しむ3ステップがあるんです。その1、まずはシンプルに醤油とわさび。その2、ごまの風味とコクが自慢の濃厚ごまだれで。その3、シャリと刺身に濃厚魚介だしをかけて。味変して食べられるのがこのお丼の特徴なんです。どんな味なんでしょう。いただきます。このスープが、出汁がめちゃくちゃ濃厚。一つのお丼で3種類の味が楽しめちゃう。わー、楽しい五色丼です。この熱海ならではの鯛を使ったメニュー、ぜひ皆さんも食べてみてくださいね。他にも数あるメニューの中で海鮮てっぺん丼、トロトロトロ丼も大人気。熱海の宝である新鮮な海の幸と山の恵みをぜひ味わってください。素敵なお店を発見しました。時和木洋館店総本店、ここは入ってみたくなる店構えですね。こんにちは。こんにちは。外観も店内も重厚感があるお店ですね。そうですね、ありがとうございます。こちらはどのくらい続いているどんなお店なんですか？はい、大正時代から親子4世代にわたって続いている洋館屋でございます。大正時代から続いてるんですか？はい、そうですね。
でも4代続くって大変なことだと思うんですが、はい、その長く続いていらっしゃる秘訣とか大切にしていることって何があるんでしょうか。そうです、変わらずまず美味しいものを作ること、そして常に味を進化をさせるということですね。100年前の美味しいと今の美味しいは全く違うものなので、ということはこれから先の100年もどんどん味が進化していくということです。美味しさの基準ってどん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 アップデートされていくので、それに合わせてアップデートしていく感じですね。で今日はせっかく熱海に来てますので、はい、熱海らしいもの、はい、でこの季節にぴったりなものがありましたらぜひ教えていただきたいんですが、はい、まずは一番人気は熱海特産品のこちらみかん科の大々を使った熱海のご当地羊羹です。大々ってね、熱海有名なんですもんね、はい、そうです、熱海が日本一の収穫量でして、はい、その皮を練り込んだ縁起物の羊羹になっております。代々続く、そうですね、まさに代々続く縁起物として、ね、まさにこちらのお店のようですね、はい、そうですね、はい。あ、もう一つおすすめといったら何でしょう、はい、こちらは特に熱海の梅を使ったプラムのようなフルーティーな梅羊羹になっています。あ、梅祭りという羊羹ですね。そうですね、あの熱海に、うん、あの熱海梅園というところもあるんですけど、はい、こちらの梅も使った梅羊羹になっております。嬉しい、はい、その梅祭りという名前からそのままつけている名前ですね、はい、なるほど、まさに今の時期、そう、今の時期にまさにぴったりですね、はい、あ、美味しそうですね。はい、あのこちらよかったらぜひあのカフェの方でお召し上がりいただけたらなと思います。カフェがあるんですか。そうです、奥が併設のカフェになっております。4代目おすすめの鶴吉羊羹の代々と梅祭りです。どちらも綺麗な色ですね。では代々からいただきます。いただきます。上品な甘さ、でもこの甘さがくどくなくって美味しいです。これは後を引く羊羹ですね。さあ続いては梅祭りです。こちらをいただきます。梅です。わー、ちょっと酸っぱいんだけどフルーティー。これはなんか今までの羊羹の概念が変わりました。静岡県産の抹茶を贅沢に使用した鶴吉羊羹の抹茶や高級こんにゃく羊羹も4代目の一押し。羊羹は長いことから末永くという意味もあり縁起物。職人の手練りにこだわった製法技術やその時代に求められるものを追求し常に進化を続けている縁起物はお土産にも大変喜ばれています。最後に訪れたのは全国44社の紀宮神社の総社として信仰されている熱海紀宮神社。熱海を代表するパワースポットと言われています。あ、到着しました。凛とした空気を感じますね。立派な本殿もあります。まずはお参りしましょう。神秘的な空間ですね。この竹林がいい雰囲気ですね。なんか厳かな気持ちになります。うわー、すごい大きい。生命力にあふれてますね。これはパワーをいただけそうです。この幹の周り一周ぐるっと回ることができるみたいです。圧巻ですね。すごい。境内にある御神木は幹回りおよそ24メートル高さおよそ26メートル樹齢は2100年を超えているそう。国指定天然記念物です。
幹の周りを一周すると願いが叶ったり寿命が1年延びると言われているんですよ。おみくじのように引くことができる大クスの言葉にはクスノキのお守りも入っています。今後増え、なんか励ましのお言葉をいただけた気がします。境内にはスタイリッシュな雰囲気のカフェがあり、スイーツやドリンクで一休みするのもおすすめの過ごし方、好きな休憩スペースで楽しむことができます。茶寮ほうこさんの熱海のだいだいを使っただいだい杏仁豆腐とだいだいマーマレードのココアをいただきます。わあ、美味しそう。なめらかな杏仁豆腐にこのだいだいのほろ苦さがいいアクセント、味をキリッとさせてくれます。とっても美味しいです。さあ続いてココアをいただきます。でもだいだいとココアって合うんですかね。この寒い時期に嬉しい甘さのココアとこの甘酸っぱいマーマレードがすごく合います。来福、縁起の神として古くから信仰されている熱海木の宮神社、熱海に来たら外せないスポットです。はい、チーズ取れたかな。木の宮神社にはこのような素敵なフォトスポットがたくさんあるんです。来てよし、縁起よしにあふれた名所、それから美味しいものに出会えた今回のイーツ見つけたはいかがでしたか。なんだか私開運できたような気がします。早咲きの熱海桜、そして梅が見ごろを迎える季節、縁起のいいものにあふれた熱海に皆さんもぜひ遊びに来てくださいね。